れんな。辛いですね。来ませんね。すいません、面白いこと言いませんでした。というわけでね、今日は雨の中ですけど、はい、西側で釣れるのか、やってみましょう。何事もトライですね。何事もトライですね。ちょっとルアーがいますね。はい。なんか魔法で出せないですか。魔法でですか。出せますよ。ちょっと待ってください。パッみたいな感じで、ここに向けてね。はい、行きます。はい、うおー、出ましたね。出ました、はい、ね、はい、ちょっとこちらで、はい、ちなみに全部100均です。はい、はい、あ、ね、あ、ある、ちゃんとありますね。あるんですね。結構すごい、ヤマメのやつとかあったですよ。これは難しいでしょ。あ、でも大きいな、これ。大きいけど仕方ないよな、これ、うん、今回は西側でちょっと追試しようかな。絶対おらんやろ。思うかもしれないけど、いるんです。はい、いるんですね。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、ハロウィン、それで、ハロウィン、これで行っちゃいます。逮捕しちゃうぞ。やめろ。西側で、はい、ね、このルアーで戦うっていうのは懐かしいですね。ガキの時やったよ。はい、ほんま僕、小学校の時ぐらいですね。はい、皆さんご存知の西側リバーでございます。まあね、数多くのやつがここでリバースしてるというね。ですね。酔っ払ったらみんなここたまるんですよ。そうね、花見の時期にはみんなこの中に入ったりしますからね。結構流れきついですね。いいとこ行きますね。みんな見てるわ、ちゃんと。それは見るでしょ、これ。ほら、あそこめっちゃ。何やってるんだろう。どうぞ、ゲルさん。ゲルさんにとって釣りとは？男のロマンです。男のロマン。やっぱね、なんだろうね。はい。唯一、はい、釣りってやっぱ集中できる。え、釣りってわかる？わかるんか。全然。だからこの角度とか、はい、タイミングとか、はい、忍耐とか。でも結構やられてる人多いですよね、釣りは。うん。みんなやってる。はい。あ、あの釣れたみたいですね、これ。あ、いいですよ。その真剣な眼差しがすごくいいですよ。DJ する時と一緒ですね。そうですね。どうですか？全く手応えない。釣れないな。やっぱダメですね。ダメですね。まあ、分かってた結果かもしれないですけどね。はい。ね、やっぱ望みをかけて。見てください、このルアーの大きさを。どこで何をするのでしょう。ねえ。ね、これも経験ってことですかね。はい。で、また、もし釣れた人がいたらね、はい、ぜひ、連絡ください。はい、こっちまでお願いします。はい、ありがとうございました。ほら、見てみ、でっかい魚が。うわ、魚逃げた。嘘、本物だ。めっちゃでっかいやついて、逃げたやんけ。ああ、ほんまにおったの。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。